If someone says, break the mold, it means that you do or you think of completely different things from what has been done before or from what is usually done. Then, break the mold, or you may be left in the labyrinth of mysteries forever as ever. Joshiki no kabe を破るということは、今までの考え方とは全く違った考え方で物を考えたりしたりすることを意味します。さあ、あなたも常識の壁を破ってみませんか。でないと、いつまでもいつまでもあなたは謎の迷路の中で取り残されるということになります。ヒロシ・ハヤシ、ハメマシティ・ジャパン、April the 13th, 2024. It is the meaning of an English word transfiguration. Oxford English Dictionary writes as follows. A complete change of form and appearance into a more beautiful or spiritual state. For example, the Bible writes like this. In this light and junk undergoes a transfiguration. It shines. Matthew chapter 17, 2.英語の単語、transfiguration の意味について、オックスフォード英語辞典は次のように書いています。形や外観がより美しい、または精神的な状態に完全に変化すること、と。聖書の中にも次のようにあります。キリストが三人の弟子たちに輝かしい栄光のうちに現れた。マタイ伝17章第2節と。広瀬林、ハメマシティ、ジャパン、November the 2nd, 2023。ラファエロ・サンティオ、who I believe is also a puppet of King Christ, who descended during the Renaissance, drew a masterpiece entitled The Transfiguration of Christ. This painting said to have been painted by Raffaello Sanzio just before his death. Now, I don't know who came up with the title,Whoever did with it, I'm very curious about the title. If this painting, as the title suggests, is a painting of the Transfiguration of Christ, then it would mean that Christ came into the human world after changing his form and appearance. In other words, gods can freely change their form and appearance at any given occasion.Before discussing about it, first of all, when I looked into it, I found out that this painting depicts three gods. Cain, King in disguise, and Nero. This video starts from here.で、私、林博士がルネサンス期に降臨したカイン・キリストの操り人形の一人だったと判断しているラファエロ・サンチオは、キリストの変容、キリストの変容と題した大作を書き残しています。ラファエロ・サンチオが死の直前に描いた絵画と言われています。今となってはその題名を誰がつけたかはわかりませんが、
誰がつけた題名であるにせよ、その題名が大変気になります。もしこの絵が題名通りにキリストの変容を表現したものであるとするなら、キリストは姿と形を変えて人間の世界に入ってきたということになります。つまり神々はその時々において自分の姿、形を自由に変えられるということになります。で、調べてみると、この絵の中には三人の神、カインと姿を変えたカイン、それにネルガルの三人の神が描かれていることがわかりました。今日の動画はここから始まります。もう一度最初から画面を見ながら説明します。これがラファエロ・サンチョの描いたキリストの変容と題された絵画です。キリストの変容、大変よく知られたテーマのようです。で、いろんな画家がですね、そのキリストの変容についての絵画を残しています。このラファエロの絵を見てですね、最初に注意していただきたいことはですね、左下の人物、白い丸をつけましたけれども、その白い丸をつけた人物はですね、まっすぐとキリストの方を指さしてますね。そしてやや右の黄色い丸でつけた人物はですね、右下の人物を指さしています。そしてその下の水色の人物もやはり指先で右の人物を指さしています。つまり、この二人の人物はですね、この絵の中の主題といいますか、重要人物であることを、このような形でこの絵は示しているということになります。で、もう一度見ていただきたいんですけども、これはキリストということになるわけですね。キリスト、クライスト、つまり救世主、キリストです。となると気になるのはですね、この右の人物ですけども、この右側の人物は誰かということになるわけですね。つまり二人の人物が指を指しているということです。続いてですけども、上のキリストと言われている人物はですね、向かって右側の左手はですね、マラヌスの手をしていますね。中指と薬指がくっついている点に注意してください。つまり、ユダヤ教の流れを汲む神ということになるわけです。シグナ・マラーノです。それはともかくとしてですね、この人物がキリストであることは疑いようがないわけですけども、エレナ・アトさんという方がですね、この中に5と、そして3という数字を見つけてくださいました。やや見にくいんですけども、これが5と3であることはですね、いろんな様々な他の場面でもね、使われている手法の一つということでですね、5と3ということになります。そして下に2と7。これもやはり一文字の形で書かれています。53と23です。53と23ですね。で、この数字を少し記憶しておいていただきたいと思います。先に言えばですね、53というのはユダヤのゲマトリアでカインを意味します。で、27というのもですね、ユダヤのシンプルゲマトリアでカインを意味します。で、下の人物ですけども、この人物に注意してください。中央の人物です。で、この人物の胸のところを見てください。これもエレナ・アトさんが指摘、発見してくださったことです。この胸のところにですね、よく見ていただくとわかるんですけども、割とわかりやすい数字で53と書いてあるのがわかります。53と書いてあります。つまり53はですね、ユダヤの、正確にはヘブライの語のですね、ゲマトリアによればですね、カインを意味します。こうしてカイン、カインと続くわけです。で、カイン、キリスト説、バイ、林博士説へとつながっていきます。つまり私、林博士のですね、カイン、キリスト説がですね、このような形で証明されたということになります。そして、右の人物を見ていただきたいんですけども、同じような書体でですね、153と書いてあるのがわかります。153です。同じような書体で書いてあるという点について注意してください。これも、青森県のエレナ・アトさんがですね、私に教えてくださったことです。で、153は何か
ということですけどもね、まあ、先ほどからゲマトリア、シンプルゲマトリアの話をしていますけども、一般にはシンプルゲマトリアが使われていたということですね。で、さらに正確にということで、ヘブライ語のゲマトリアも使われていたということになります。で、この人物が、つまりはですね、カイン・キリストの、つまりは変容ということになるわけです。で、上にいるのが神で、そしてその神がですね、人間界においてはですね、自分の姿形を変えて、つまりは人間世界において活躍、活動しているということになります。で、その人物の右にですね、153という一文字で書かれた、まあ、中央にね、その人がいるということになります。で、まあ、皆さんにそのゲマトリアを紹介します。中央はですね、フェブライのゲマトリア、十一ゲマトリアですね。で、右がシンプルゲマトリアです。で、53はカインを意味する。27もカインを意味する。そして、153はネルガル。ネルガルを意味するということです。つまり、イナンナ・マリアの父親にあたるネルガルを意味するということになります。こうして、この絵の中に描かれている人物が誰であるかが分かり、そしてこの絵の持つ、つまりは暗号、伝言ですね、あるいは秘密を、まあ、解くことができたということになります。で、上からですね、キリスト、カイン・キリストです。27がその証拠です。そしてそのまっすぐ下にですね、先ほどから紹介してます中央の人物が描かれて、その胸にはですね、53と書いてある。そしてその右側にですね、右腕を高く上げた人物のうち、ネルガルが表現されているということになります。そしてこのネルガルの表情を見ていただきたいんですけども、まあ、普通ではないということですね。普通ではないネルガルがこのような表情で表現されているということです。胸が大きく、どちらかというと、やや女性っぽい体をしていますけども、このネルガルイコールモナリザとかな、さに合わせて考えてみるとですね、ネルガルの特徴を見事に伝えているということになります。そしてこの人物、中央の人物こそがですね、つまりはカイン・キリストの変容した姿ということになるわけです。つまり、カイン・キリストはですね、まあ、ひょっとして、これはあくまでもラファエロの絵画を通して私が判断したことですけども、カイン・キリストはですね、自分の姿形を変えて、つまり変容してですね、現在の今も人間世界のどこかでですね、人間の指導に当たっているということになるのではないでしょうか、ということを彷彿させるような絵ということになります。これがですね、ラファエロ三長が私たち人間に伝えたかった、つまりはメッセージということになるのではないでしょうか、というように私、林浩司は判断しています。もちろん、この一例だけですとね、まあ、そのようにも見えるだけだ。こじつけだ。考えすぎだ。偶然の一致だ。というふうに考えられる方も多いと思います。その通りです。しかしですね、カイン・キリストの、つまりはパペット、操り人形として活躍したと思われる画家たちはですね、みんな一様にですね、つまりこのような形で、それぞれの絵の中にですね、数字を使った暗号を、つまり隠し込んだということになります。その暗号にこそですね、その絵画の持つ本当の意味が隠されているということになります。今ご覧いただいているのはですね、何十例もある例のうちですね、ここ2、3日のうちに皆さんにお届けした動画の中からですね、4作選んで、そして皆さんにご覧いただいていますけれども、これらの絵の中にはですね、どれも数字が隠し込んでありました。はい。で、それをですね、まず皆さんに見ていただいてですね、決してラファエロ三長の絵だけにですね、そのような数字が隠し込んであったのではないということをですね、知っていただきたいと思います。と同時にですね、これらの数字には極めて重要な意味が隠されていたということになります。なおかつですね、これらの数字はですね、それぞれの絵の描かれている、まあ、要するに、その、なんて言いますか、描き方と言いますかね、表現方法と言いますかね、そのフォント、ですよね。においてですね、共通性、共通点が見られるという点です。もっとも、明らかにね、あからさまに、まあ、数字を書くとですね、まあ、それはあまりにも秘密というレベルを超えてしまうわけですね。しかし、それでも、
人間は気がつかないのかもしれませんね。例えば、あの有名なモナリザの左の横にはですね、51という数字が堂々と書き込んでありました。しかしこの500年間、その数字に気がついた人は誰もいませんでした。ということなんですね。明らかに書いてあっても気がつかない。しかし、絵であるならばですね、さらに気がつかないということではないでしょうか。で、ないというならばですね、こうした事実を私、林浩司が指摘する前にですね、指摘した人はいるのでしょうか。実は誰もいないわけですね。2012年以前には誰もいなかったということになります。そういうことでですね、こうした絵画に秘められたと言いますかね、その謎、あるいはその暗号、もっと言えば数字に気がつくということがですね、まずこうした絵画に秘められた、つまりこれらの絵を描いた、カイン・キリストがですね、人間に与えたメッセージを読み解くことになるということになります。と同時にですね、これらの絵はですね、どれも人間の画家が描いたものではないということになります。例えば、ラファエロ・サンチオのですね、キリストの変容にしてもですね、確かにキリストの変容を題した絵はあちこちにありますけども、その変容という題を誰がつけたかということなんですけども、あちこちに似たような絵があるから、キリストの変容だということになったんではないかと思うんですけども、本当にそうかということになるわけですよね。裏を返して言うとですね、つまり、カイン・キリストはですね、一般に広がっているキリストの変容に見せかけてですね、実はこの絵の中に重大かつ、なってますか、深刻なとも言いませんけども、秘密を隠し込んだということになるわけです。つまり、上にですね、キリストの変容を描き、そしてその、替え玉と言いますか、変容した人間がですね、人間界にいるということを示しながらですね、そしてその一方で、ネルガルを描き込んだと。そしてそのネルガルの顔はですね、普通ではありませんね。その普通でないというところをですね、この絵を通して、つまりは、カイン・キリストがですね、私たち人間にメッセージを残したということになります。というようなことを総合して考えるとですね、先ほどの、から述べてきます、ラファエロ・サンチョの描いたその絵の中にですね、例えばカイン・キリストが描かれていて、そして替え玉って言いますか、替え玉じゃありませんね、変容した姿を描いたカイン・キリストが描いてあってですね、そしてその右にですね、どこか普通でない、そのネルガルの顔が描いてあってもおかしくないということになるわけです。ラファエロの絵というのはですね、そういう意味においてはですね、何枚かそれをもう発表してますけれども、神々の世界における系図的なね、謎を解くヒント、重大なヒントを、隠し込んだ絵が多いということになります。それについてはまた別のところで証明しますけれども、このラファエロ・サンチオもですね、当時の画家、人間が見るわけですけれども、知る由もなかった、あるいは絶対に知ることができなかったような絵をですね、何枚か描いている。もっと多いかもしれませんけども、描いているということになります。つまりそれがですね、カイン・キリストが人間に与えたメッセージということになります。結論ということになります。今日の動画、およびこれらの動画を通してですね、
重要な結論ということになりますが、つまりこうしてですね、絵の中に仕込まれた秘密、暗号、伝言、メッセージというのはですね、当時の人たちはですね、まあこれらの画家も含めてということになるわけですけれども、絶対に知る由もなかった事実ばかりだということです。裏を返して言うとですね、これらのメッセージを書いたのは、つまりは人間ではなかった。もっと言えば、これらの画家ではなかったということになるわけです。例えばラファエロにしてもですね、ミケランジェロにしても、ダヴィンチにしてもですね、カンピにしてもですね、当時の人間が書けるはずもない、知るはずもない、そうした事実が暗号としてこれらの絵の中に書かれていたということはですね、つまり第一義的にはですね、これらの絵画は、つまりこれらの画家及び当時の人間によって書かれたものではないということになります。で、第二義的にはですね、じゃあ誰が書いたのかということになるとですね、つまりは時空を超えた画家ということになるわけです。時代、場所を変えて、つまり同じような手法で、同じような、まあ、テーマでですね、人間に繰り返し繰り返しこうしたメッセージを残した、あるいは残すことができたのは誰かということになりますと、つまりは時空を超えた画家ということになります。では、その時空を超えた画家とは誰なのかということですけども、神ということになっていくわけですね。じゃあその神は誰かということなんですけども、まあ、これらの絵画を残書き残した、あるいは人間に与えたのは、カイン・キリストということになります。絵画によってはですね、まあ、右下にはですね、右下の部分が多いわけですけども、カイン・キリストの署名27という数字が書いてあるのが何枚か見つかっています。と言いますか、私、林博士が見つけました。まあ、他の人は全く誰も手がついていなかったわけですね。と同時に、そうした絵画の右下にはですね、あるいはまあ中央は左、まあ、重要な部分ですけども、そういうところにですね、カイン・キリスト自身の自画像が書き込んであったということになります。まあ、そんなところからですね、カイン・キリスト自身がですね、こうした絵画を人間に書き残して、そして人間に与えたということになります。裏を返して言うとですね、つまりはこうした絵画そのものがですね、カイン・キリストの実在を示す物的証拠ということになります。まさに物的証拠ですよね。絵画というものがこうして証拠として残っているわけですから、つまりこれらの絵画がですね、物的証拠ということになります。まあ、刑事訴訟法で言うならばですね、証拠能力のある物的証拠ということになります。もっと言えばですね、皆さんの中にはですね、神なんていないよなんて思っていらっしゃる方がいらっしゃるかもしれませんけども、そうではなくて、こうした絵を通してですね、つまりは神というのは存在するんだ、ということをですね、皆さんにも分かっていただければ嬉しいです。Antonio Campi published a painting titled Mysteries of Christ's Passion in 1569. This painting depicts a nuclear bomb exploding on the far left. At first glance, it may look like the sun, but it is not a solar ray.The sun's rays illuminate the ground from the front upper left to the rear lower right. You can tell this by looking at the shadows that people and a horse make. In other words, this painting is an expression of the end of humanity or so-called apocalypse.
However, this does not mean that there is no hope for the future of humanity. In the upper right corner of this painting, Jupiter is depicted exactly as in a photograph, along with a god-like man and a crowd of people ascending into the sky with that man. In other words, this painting represents the life of Jesus as a whole, while the left side represents the end of humanity and the right side represents humanity's salvation. アントニオ・カンピは1569年にキリストの劇場の謎と題された絵画を発表しています。この絵は左端に核爆弾が爆発する様子が描かれています。一見すると太陽のように見えるかもしれませんが、太陽光線ではありません。太陽光線は手前左上から後方右下に地上を照らしています。人物や馬が作る影を見ればそれがわかります。つまりこの絵は人間の終末の様子を表現したものだということになりますが、人間の未来に希望がないわけではありません。この絵の右上には木星が写真のように正確に描かれていて、神らしき人物とその人物とともに群衆が天に昇っていくその様子が描かれています。つまりこの絵は全体としてイエスの生涯を表現しながら、左側で人類の終末、そして右側で人類の救済を表現したものということになります。広瀬浜祭りジャパン November the 1st 2023。Then, who is this God-like person? Who is this God-like person who is saving humans? However, an important hint to solve this mystery is sent to me from Elena Edson, Aomori, Japan. Elena Edson found the number 27 in a picture drawn by Raffaello Santi.In that painting, a divine figure is also depicted, but there is a number 27 at the foot of that figure. So, when I verified it, I was able to confirm that 27 is really written there. However, if you just look at this number, you might think like this way as follows.It seems that way, but it's just a coincidence. However, in a similar writing style, the number 27 is written in a painting, The Raft of the Medusa, which is said to have been drawn by Theodore Jean Jericho. Furthermore, another number 27 is also written in the same way in the painting titled The Annunciation, which is said to have been painted by Leonardo da Vinci. Please compare these three numbers. You can see that these three typefaces are very similar to each other, and the font of these letters is the same as the font used for the numbers written by Leonardo da Vinci.Leonardo da Vinci wrote numbers in a unique font, but please pay attention to the numbers 2 and 7 here. 2 resembles the letter S. 7 looks like KU in Japanese. In other words, these numbers are the font of God King himself, the humanNamed Leonardo da Vinci was just a puppet of God.
is very important that 27 is deciphered to be king in Jewish gematria. では、その神らしき人物とは誰なのでしょうか。人間を救済している神らしき人物とは誰なのでしょうか。が、その謎を解く重要なヒントがエレナ・アトさんから届けられました。エレナ・アトさんがラファエロ・サンチの描いた絵の中に27という数字を見つけてくださいました。その絵の中にもやはり神らしき人物が描かれていますが、その足元に27という数字があるというのです。そこで私の方で検証してみると、そこに27と書かれているのが確認できましたが、この数字だけですと皆さんはこう思うかもしれません。そのようにも見えるが、それはただの偶然の一致だとです。が、同じような書き方でテオドール・ジャンジェリコが書いたと言われているメデュース号のイカダと題された絵の中にも27という数字があるのが分かりました。さらにレオナルド・ダ・ヴィンチとアンドレ・テルベッキョの合作と言われている受胎告知という絵の中にも27という数字があるのが分かりました。これら3つの数字を見比べてみてください。これら3つの書体は互いに大変よく似ているのが分かります。そしてその書体はレオナルド・ダ・ヴィンチが書き残した数字の手書きの書体と同じです。レオナルド・ダ・ヴィンチは独特の書体で数字を書いていましたが、その中の2と7に注目してください。2はアルファベットの S に似ています。7は日本語のくもしくはへのようになっています。つまりこれらの数字は神、カイン自身の書体ということになります。なぜならダ・ヴィンチなる人間は神のただの操り人形だったからです。そして27はユダヤのゲマトリアで解読するとカイン、カインとなります。Then, please compare the God-like figure drawn by Antonio Campi on the left with the God-like figure drawn by Raffaello Santi. Approximately 100 years have passed between the two paintings. You may know that these two God-like figures are very similar to each other, or,It would not be strange to conclude that they are the same God. So, if the person on the right is king, then the person on the left is also king. In other words, in Antonio Campi's painting, Mysteries of Christ's Passion, the person who appears to be God,and is saving humanity from the end of humanity is king. That's right. He is king. King is truly the savior of humanity. Antonio Campi's painting titled The Mysteries of Christ's Passion is a painting that shows thatKing is the savior of humanity, even though it is based on the life of Jesus. Naturally, I, Hiroshi Hayashi, claim here that not only Campi's paintings, but also Raphael's paintings are the works of the God King himself.そこで左のアントニオ・カンピの書いた神のような人物と
ラファエロ・サンチオの書いた神のような人物を比較してみてください。2枚の絵の間にはおよそ100年という年月が流れています。これら2人の神らしき人物は互いに大変よく似ています。同一人物と判断してもおかしくありません。で、右の人物がカインであるとすると、左の人物もカインということになります。つまりアントニオ・カンピのキリストの劇場の秘密謎の絵の中で、人類の終末から人間を救済している神のように見える人物はカイン、カインということになります。そうです、彼はカインです。カインこそがまさしく人間の救世主、メシアということになります。アントニオ・カンピのキリストの劇場の謎と題された絵画は、イエスの生涯を題材にしながらも、人間の救済主はカインであることを示した絵画ということになります。そして当然のことながら、カンピの絵はもちろんのこと、ラファエロの絵も神カイン自身の作品ということになります。
Matthew chapter 7:13. Enter you in at the straight gate. For wide is the gate and broad is the way that leads you to destruction, and many there be which go in there.Because straight is the gate, and narrow is the way which leads you unto life, and few there be that find it. Beware of false prophets, which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves.マタイ第7章13節。大きい門と小さい門。狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広いからです。そしてそこから入っていく者が多いのです。命に至る門は小さく、その道は狭く、それを見出す者は稀です。偽預言者たちに気をつけなさい。彼らは羊のなりをしてやってくるが、うちは貪欲な狼です。広し林浜松市、ジャパン。最後の審判とアルマゲドン。アルマゲドンと最後の審判。それは神による予言なのか、それとも神による計画なのか。1500年後のイエスは、レオナルド・ダ・ヴィンチなる芸術家を通してこのような絵を描き残しています。一般にはこの絵は処刑を前にしてイエスが最後の晩餐をしている様子を表したものだと説明されていますが、本当にそうでしょうか。私林浩司はこの絵は処刑される前のイエスの最後の晩餐などというようなものを表したものではなくて、アルマゲドン、あるいは最後の審判を前にしてなされている神と人間との最後の晩餐の様子を表したものではないかと考えています。このことは1500年後のイエスがダ・ヴィンチ以外の他の操り人形芸術家を通して発表した絵画をその上に重ね合わせてみるとわかるのではないでしょうか、という視点で続く動画をどうかご覧になってください。Wikipedia English writes it out Nuclear HolocaustAs follows. A nuclear holocaust or nuclear apocalypse is a theoretical scenario involving widespread destruction and radioactive fallout causing the collapse of civilization through the use of nuclear weapons. Under such a scenario, some of the Earth is madeUninhabitable by nuclear warfare in future world wars. I, Hiroshi Hayashi, understand that most possibly Jesus Christ after 1500 years in the Renaissance had issued a serious warning to us humankind about it
nuclear holocaust and nuclear apocalypse through the painting of the mystery of the passion of Christ by Antonio Campi. You be the judge whether you take it or leave it, but it might be rather stupid for us humans if we leave it and ignore it. 1500年後のイエスはアントニオ・カンピの書いたキリストの劇場の謎の絵を通して私たち人間に重大な警告を発していたとは断言できないにしても、そうした警告を発していた可能性があります。そのように判断なさるかどうかは皆さんの問題ということになりますが、もしそれが神による警告であるとするなら、私たち人間はその警告を深刻に受け止める必要があるのではないでしょうか。広島市浜松市ジャパン。細かい部分についてですけども、調べれば調べるほど謎が深まるのがアントニオ・カンピの書いたイエスの劇場の謎という絵画です。まあ、こうして調べていくとですね、あれこれ言いたいことが山のように浮かんできますが、それは今日のポイントではありません。ここにイエス・キリストらしき神が表現されていますが、ひょっとしたらひょっとしてホログラムではないでしょうか。そしてこの部分、中央岩の穴の中にいるのは誰なのでしょうかというふうに疑問が、謎がどんどんと湧いてきますが、今日のポイントはそれではありません。私はこの絵画を調べているときに、どうも影の方向がおかしいと感じました。例えばこの人物を見てください。影がこの黄色いラインの方向に向かってと言いますかにできているのがわかります。影に注意してください。影の方向に注意してください。この人物を見る限りですね、光は左の方から来ているのがわかります。そしてこの人物の足と影を注意深くご覧ください。膝のラインと、それから膝が作る影のラインを注意してみてください。どうやら光は左上斜め上方手前の方から差しているのがわかります。これが光の方向ですね。今言いましたように手前の左上方から斜め下方右の方に光が走っているのがわかります。となるとですね、左の上の太陽は本当に太陽なのかという疑問が湧いてきます。光の方向が一致しません。ここが今日の大変重要なポイントですから、慎重に皆さん自身の目で判断してください。特にこの馬の尻を見るとですね、光がどの方向から来ているかがよくわかります。少なくとも左上の太陽の方向から来ているのでないということは皆さんにも分かっていただけると思います。そこで実際の夕日の写真と見比べていただきます。右が実際の夕日の写真です。左がアントニオ・カンピの描いた絵です。様子が違うことに皆さんもお気づきになると思います。カンピの夕日は上の青い空と下の橙色の空が2つに分かれているのが分かります。実際には夕日であってもですね、空は橙色にこのように染まります。
皆さん自身で確認してください。で、私林浩司は左の神秘の描いた絵の中の太陽は太陽ではないのではないかと判断しました。夕日の太陽ではないということになると、では神秘の描いたこの太陽のような景色は何かということになります。拡大してみました。太陽のように円形になっていないのがわかります。円形になっていないばかりか、上下二つに分かれているのがわかります。太陽がこのように見えることがあるのでしょうか。特に注意していただきたいのがこの岩の影です。この岩の影を見ると太陽はやはり絵の中の人物たちと同じように左上の方から来ているのがわかります。もし向こうに見えるのが太陽であるならば、この岩の影は真っ黒になるはずですが、この岩影は真っ黒には描かれていません。つまり光源は2つある、そしてその1つは太陽であり、もう1つはということになります。で、私林浩司は神秘の書いたこの部分は核兵器が爆発した時の様子を描いたものではないかと判断しました。その理由はこのすぐ後に説明しますが、こうして比較してみるとですね、神秘の書いたこの太陽のように見える部分は太陽ではなくて、むしろ核兵器の爆発の様子に酷似しているということがわかります。皆さん自身の目で判断してみてください。太陽であれば多少の雲があっても深遠形になるはずです。つまりこれを太陽と見るか、核兵器の爆発の様子と見るかは、つまりは皆さんの判断ということになります。なぜ核兵器の様子を描いたものであると判断するかについてですけども、その証拠の一つがアイルワースのモナリザの絵の背景にあります。アイルワースのモナリザの絵の背景に描かれているのはまさしく火星の風景だからです。これが火星の風景であるとするならば、それは核兵器の爆発の様子を描いたものということになります。そして神秘の絵の中にもやはり同じような形で、隠し絵という形で、私林浩司は木星が描かれていると判断しています。つまりこれが木星であるとするならば、つまり神秘はこのような形でその絵の中に実は核兵器による爆発の様子を描いたものであると判断できるわけです。こうして神秘の絵、そしてダヴィンチの絵とつながり、そして神秘の絵の中に描かれている左の赤い太陽のように見えるものは実は太陽ではなくて核兵器の爆発の様子を示したものであるということになるのではないでしょうか。が、そう考えることは人類にとっては誠にもって恐ろしい話ということになります。つまり1500年後のイエスはルネッサンスの時代に現れて、そしてアントニオ・カンピという操り人形芸術家を通して私たちに深刻かつ重大な警告を与えたということになります。つまりこの絵はですね、まさしくハルマゲドンの様子を表したものということになります。そしてそのハルマゲドンを起こすといいますか、原因となるのが実は核戦争であるということになるのではないでしょうか。つまり1500年後のイエスは今から
500年ほど前に人間に対してすでにこのような警告を発していたということになります。この警告をどのように捉えるか、それは皆さんの判断にお任せします。 Bye for now. Antonio Campi was an Italian painter of the Renaissance, and his one of the greatest masterpieces is one named The Mystery of the Passion of Christ, which is full of mysteries. Here is one mystery about which Miss Jane Jones, one of my YouTube subscribers, has pointed out that the strange object right top in the painting looks like Jupiter in the solar system. I, Hiroshi Hayashi, however,Do not get surprised if someone says Antonio really painted Jupiter in his painting. Because I know Leonardo da Vinci painted a panoramic view of Mars in the I Was Mona Lisa in the same way. カンピの描いたイエスの劇場の謎の絵の中の不思議な物体は太陽系の木星に似ているのではないかと書き込みをくださいましたが、私林博士はもしそうであっても、つまりカンピが自分の絵の中に木星を描いていたとしても驚きません。なぜならあのダヴィンチもアイルワースのモナリザの絵の中に火星の風景を描いていたからです。広瀬林市浜松セティジャパン。左が NASA の探査機が火星で実際に撮ってきた写真です。右がアイロワースの絵の中に描き込まれていた私林博士が火星の風景と判断する部分です。これらの写真および絵には一切着色など加工は加えていません。アントニオ・カンピの描いたイエスの劇場の謎の絵の中の右上のその謎の物体についてはいろいろな説が唱えられています。その前にダ・ヴィンチとカンピの関係を年表上でおさらいしておきたいと思います。私林博士が1500年後のイエスの操り人形と判断しているレオナルド・ダ・ヴィンチです。そのダ・ヴィンチは1452年に生まれ、1519年に亡くなっています。そしてカンピです。自画像はありませんでした。カンピの作品をここに紹介しておきます。そのカンピは1522年生まれ、1642年に亡くなっています。まあ、ダ・ヴィンチが亡くなってから3年後にカンピが生まれたということになっています。そして1569年にイエスの劇場の謎を発表しています。視聴者の一人のリフレクションゼリートという方がこの絵を届けてくださいました。で、そのアントニオ・カンピはユダヤ教徒、もしくはイエズス会、あるいはイルミナティのメンバーであったと考えられます。手のハンドジェスチャーに注意してください。薬指と中指がくっついています。シグナム・マラーノです。そしてセント・ジェロームの絵も描いています。そしてアントニオ・カンピの代表作が、繰り返しますが、このイエスの劇場の謎の絵ということになります。その右上にこのような奇妙なものが描かれています。これは何かということですけれども、おそらくアントニオ・カンピもこれが何であるか知らなかったものと思われます。定説がないというのがその証拠ということになります。で、ここに描かれているものがですね、木星ではないかとジェーン・ジョンさんが指摘してくださいました。右が実際の木星の画像です。そこで左右の細かい部分の光
比較検証をしてみるとですね、よく似ているというか偶然の一致という範囲を超えて酷似しているのがわかります。この雲らしきものの表現の仕方、そして反転ですね、そしてこの気流のようなものが乱れて上に伸びているところ、そしてライン、もちろんラインも大変よく似ています。そして数えてみるとですね、ラインの数も同じであることがわかります。そしてここに色に注意してください。赤茶色の、まあ、霞んだような色ですね。もう一枚の写真と比較してみます。この雰囲気ですね、この丸い反転の大きなものがあるところ、そしてもやもやっと気流のようなものが乱れているところ、斜めのラインのようなものがあるところ、まあ、こうして比較していくとですね、つまり違いがないという点で同じと判断して良いのではないでしょうか。まあ、こうしたラインのもやもやとした様子ですね、この部分もそうです、この部分もそうです。気流がって言いますか、ね、乱れて上に上がっていると、そして下のフォームですね、ラインが何本か重なっている点で一致しています。さらに興味深いことに、左の寒気のこの奇妙な物体、もう木星と言っていいのかなという判断ですけども、それをまあ白黒反転させてみるとですね、その様子がさらに右のですね、実際の木星の写真のそれと一致するということですね。特にこの渦巻きの表現の仕方、それから気流が乱れているような感じのところですね、そういったところに注意していただきたいと思います。ということは寒気のこの絵は実際の木星の写真をですね、反転させたものであるという可能性も出てきたということになります。となるとアントニオ・カンピの描いたこの謎の物体は木星ということになるのではないでしょうか。と言いますと皆さんは驚かれると思いますけども、アイルバースのモナリザのこの後ろに描かれている風景は火星の大地そのものでした。でその絵と実際に撮られた写真と比較してみますと、細部に至るまで同じであることがわかります。先ほども言いましたように着色など絵写真に加工は一切施していません。原画のままです。皆さん自身の目で判断してください。左が写真です。右が一応絵ということになっています。このアイルワースのモナリザについての動画はこの後につなげておきます。でもう一度カンピの描いた絵に戻ってください。で一番左がカンピの描いた絵、そしてその右が実際の木星の写真ということになります。この両者は大変よく似ている。つまりこの段階で結論としてですね、カンピは自分の絵の中に木星を描き込んだということになります。まあ、とんでもない意見に聞こえるかもしれませんけども、ダヴィンチがいて、そしてその後にカンピが生まれたということです。1519年に一応ダヴィンチは亡くなったことになっています。そしてその3年後にアントニオ・カンピが生まれたことになっています。つながりがあるのかどうかは分かりませんけども、年代的に見ればですね、ダヴィンチとカンピはこのようにしてつながっているということになります。そして1569年にイエスの劇場のミステリーの絵をカンピ、アントニオ・カンピが描き上げました。その絵の中に右上のような奇妙な物体が描かれていました。この物体は何かということですけども、今の段階では仮説ということになりますが、これは木星ということになるのではないでしょうか。続く動画をどうかご覧になってください。 Bye for now. Someday you will reveal this fact.
Someday you will know this fact. Then you humans will know what I was. And then you humans will know where you are from and what you are. You humans are my sons and daughters of God. いつの日か君たち人間はこの事実を暴くだろう。そして君たち人間はこの事実を知るだろう。その時君たち人間は私が何であったかを知るだろう。そしてその時君たち人間は君たちが何であるか、そして君たち人間がどこから来たかを知るだろう。君たち人間よ、君たちは神の息子であり、そして娘なんだよ、と。広瀬彩氏、浜松セリジャパン。Someday you will reveal this fact. Someday you will find this fact. Someday you will know this fact. Then you will know what I was. Then you will know where humans come from. Then you will know what you are. You humans...You are the sons of daughters of God. This is the message from Jesus Christ after 1500 years. いつの日か君たちはこの事実を暴くだろう。いつの日か君たちはこの事実を見つけるだろう。いつの日か君たちはこの事実を知るだろう。その時君たち人間は私が何であったかを知るだろう。その時君たち人間は自分がどこから来たかを知るだろう。その時君たち人間は自分が何であるかを知るだろう。君たち人間よ、君たちは神々の息子であり、娘なんだよ。
これが1500年後のイエスからのメッセージということになります。広し林浜松シティジャパン。左上の写真が NASA が火星で撮ってきた写真です。右下はアイルワースのモナリザの絵の中に描かれていた奇妙な物体です。この両者は全く同じものです。つまりアイルワースのモナリザの背景には火星の奇妙な物体が描かれていたということになります。ではこの物体は何かということですね。明度を上げてみますと、アイルワースのモナリザの絵の中に描かれている物体は美しい緑色に変身します。つまり、これは火星に生えている樹木ということになります。そして、アイルワースのモナリザの絵の背景に描かれているのは、その火星に生える樹木ということになります。この両者を皆さん注意深く比較してみてください。もちろん植物ですから、全く同じものというわけではありませんけども、違いを見つけることができないという点で、アイルワースのモナリザの中に書かれていた、この奇妙な物体は、火星に生えている樹木ということになります。つまり、このような形で、1500年後のイエスは、ルネサンスに私たちにメッセージを残しました。いつか、君たち人間は、この事実を知るだろう。その時、君たち人間は、自分が何であるかを知るだろう。君たち人間よ。君たちは、神々の息子であり、娘なんだよ、と。まあ、このように、比較、してみるとですね、このアイルワースのモナリザの中に仕込まれた1500年後のイエスのメッセージを読み取ることができます。The term oopart or autoplus artifact is rarely used by historians or scientists. You know the reason why. Why isn't the term used by historians and scientists? The term is used to describe a wide variety of objects from anomalies studied by mainstream science andPseudo-archaeology far outside the mainstream to objects that have been shown to be hoaxes or to have mundane explanations. Then, how about this fact I show you here in this video? オーパーツという言葉は歴史家や科学者の間では使われていません。なぜ歴史家や科学者は使わないか。その理由は皆さんご存知の通りです。オーパーツという言葉は科学の世界では邪道と言われるものを表現するために用いられているからです。あるいはエセ科学の代名詞としてアカデミックソサイエティの外にあるインチキ考古学の代名詞として用いられているからです。では、この動画の中でお見せする事実はどうなのでしょうか。広し林、浜松市、ジャパン。まず、皆さんにご覧いただくのが一枚の銅鏡です。この銅鏡は大阪の長持山古墳から明治時代に出土したものです。そして同じく明治時代にアメリカに流出しました。
現在、この銅鏡はマサチューセッツ州のバースタンミュージアム・ファインアーツに所蔵されています。この銅鏡には北極海の地図が正確に浮き彫りで彫刻されています。海岸線のみならず、シベリア大陸の方には川あるいは湿地帯まで正確に彫刻されています。一つ注意していただきたいのは、この銅鏡の中で特に色の濃い部分は海氷もしくは氷雪と考えられます。それを除きますと、このように北極海の地図と完璧に一致します。のみならず、この銅鏡の上の地図はですね、真上から見たときに、地球の写真と一致するということです。つまり、特殊な方法で上から焼き込んであるということになります。時代は卑弥呼の時代です。まさに、あってはならない大パーツということになります。もう、この事実を発見して、私、林浩司が発見して、すでに3年以上になろうとしています。次にご覧いただきますのは、法隆寺の隣にあります、中宮寺にある、弥勒菩薩半跏思惟像です。中宮寺です。この中宮寺には、弥勒菩薩半跏思惟像が安置されています。左がガンダーラ仏です。この両者はプロポーションが全く同じです。そして二つを重ね合わせてみますと、細部に至るまで同じです。ただし、鼻の長さと太さだけが違います。団子の形も少し違います。しかし、首の下にはシワがあります。そのシワまで一致しています。そこに注意してください。この事実も、私が発見してすでに3年半あるいは4年近くになります。特に上まぶたのラインに注意してください。この事実をどう考えたらよいかということですね。左はストイッコです。右はクスノキオの寄せ木に彫刻されたものです。この丸いところのシワに注意してください。こんなところまで一致しています。この事実を皆さんはどのようにお考えになりますか？ただ単なる偶然。あるいは、大パーツとして片付けてしまいますか？ついでですが、法隆寺にはこんな奇妙な像も残っています。私、林浩司が2012年に法隆寺の所蔵目録の中から発見したものです。目録には、侍像と表記されていましたが、その顔はシュメールのイナンナ、つまりイナンナ・イシュタールの顔と一致しました。いろいろ考えられますが、例えばシュメールから日本の法隆寺にこの像がもたらされたとも考えられますが、法隆寺のこの侍像なる像は正座しています。正座する習慣を持つ民族は世界でもそれほど多くはありません。つまり大変珍しいということです。これらの像を皆さん自身の目で比較してみてください。こんな像が日本の法隆寺にあること自体が、まさにありえないということになります。皆さん自身の目で確認していただきたいと思います。この像の目は側面についています。そして細長く吊り上がっています。頭の上にも何かがあるように見えます。そして口は大きく裂け左右に広がっています。首も太く、これを違うという方が無理ということになるのではないでしょうか。つまりこのような像が日本の法隆寺に残っているということです。これもまさに大パーツということになるのではないでしょうか。なお大変興味深いことに、この法隆寺の侍像と同じ顔の像が、あのレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるアンギャリの戦いの絵の左下のところに描かれている
ということです。偶然の一致ということにもなりますが、しかしそれだけではどうも片付けられない大きなと言いますか巨大な謎がその向こうに秘められているように私林博士は考えています。皆さんに見ていただきたいのはレオナルド・ダ・ヴィンチという画家が描いたことになっているアイルワースのモナリザです。そのアイルワースのモナリザの背景には火星の大地が正確に描かれていました。これは NASA が公表した火星表面で撮られた奇妙な物体の写真です。一般には針葉樹に似た木だと言われています。高さはわかりませんが相当高い木と思われます。その木がアイルワースのモナリザの絵の向かって左側に描かれていました。この部分です。この部分に注意してください。一見すると何かわけのわからない、つまり得体の知れない物体に見えますが、これはこの白い線のところで上下が線対称になっています。明度を上げますと美しい緑が浮かんできます。そうです、これは植物です。その植物が北の大地、多分水か何かがあったのでしょう、反射して映っています。これは NASA が公表し、現在アリゾナ大学が保管している写真です。マーズ・キュリオシティ・ローバーが撮ってきた写真と思われます。その中にこのような、樹木と判断して良いものが映り込んでいました。この樹木と判断して良いものにご注意ください。それと同じものがアイルワースのモナリザの絵の中に描かれていました。それを今日皆さんに丁寧に見ていただきたいと思います。比較してみてください。左は絵のように見えますが、これは写真です。右は絵ということになっています。これは写真です。そこを誤解しないでくださいね。この写真の出典はここに示しておきますから、皆さん自身で確認できると思います。注意深くご覧ください。 NASA と書いてあります。出所は NASA です。そして現在アリゾナ大学に所蔵されています。もう一度このラインを見てください。つまり上半分が下に反射して映っているということになります。ですから上半分の輪郭はしっかりとしていて、下半分の輪郭はぼんやりとしています。これが事実です。そして NASA が撮ってきた写真と比較してみます。皆さん自身の目で確認してください。つまりこのような形で、1500年後のイエスはですね、ルネサンスという時代にレオナルド・ダ・ヴィンチという操り画家を通して私たちにメッセージを残したということになります。いつか君たち人間はこの事実を知る時が来るだろう。その時、君たち人間は私の正体を知ることになるだろうと、林博士はそのように解釈しています。もう一度、皆さんが撮ってきた写真と、そしてアイルワースのモナリザの中に描き込まれている木の絵と比べてみてください。注意深く見てください。まさに大パーツということになります。左は写真のままで手を加えてありません。ただ明度は少し上げてありますが、それ以外は手を加えていません。そして右の方もやや明度を上げていますけども、それ以上の手は加えてありません。皆さん自身の目で確認して比較して判断してください。ここが重要です。これを皆さんはエセ科学、インチキ科学として片付けてしまいますか、また片付けてしまって良いのでしょうか。左は NASA が撮ってきた写真です。右はアイルワースのモナリザの背景に描かれた奇妙な物体です。寸分たがわず同じです。この事実を皆さんはどのように判断なさいますか。
左の絵が描かれたのは今から500年前のルネサンスの時代ということになります。繰り返します。このような形で1500年後のイエスはルネサンスの時代に私たち未来の人間にメッセージを残したということになります。いつか君たち人間はこの事実に気がつく時が来るだろう。その時、君たち人間は私の正体を知ることになるだろうと。そういうことです。まさに大パーツ中の大パーツということになるのではないでしょうか。もう一度 NASA の写真を確認してください。University of Arizona と書いてありますね。そしてホームページもしっかりと紹介してあります。私を疑う人はこのホームページにアクセスして直接この写真を見られたら良いかと思います。これは火星で撮られた写真です。まあ、これが植物であるというためにはまだいくつかのハードルを超えなければなりませんけども、これは誰が見ても植物ということになります。以上、3つの大パーツ、林博士が発見した大パーツを紹介しました。Bye for now. Checkmate is a game position in chess in which a player's king is threatened with capture and there is no way to remove the threat. Checkmating the opponent wins a game. So do I. Hiroshi Hayashi, Hamamatsu City, Japan. Checkmate! Aliens! Checkmate というのはチェスで王の逃げ場を封じ込め、王が捕らえられることを言います。つまり、相手をチェックメイトした方が勝負に勝ったことになります。で、林博士もその勝負に勝ちました。エイリアン、王手！広志林、浜松シティ、ジャパン。火星で植物らしきものが次々と発見されています。今ご覧いただいている画像もその中の一つということになります。まず皆さんにレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたと言われているアイル・ワースのモナリザを見ていただきます。このアイル・ワースのモナリザの背景には火星が描かれています。火星の表面です。一見すると山のように見えますが、これは山ではありません。赤い部分を注意してご覧ください。ここに岩らしきものがありますが、影は左の方にできています。つまり光は右上上方から来ていることになります。一方、この山の表面を見てください。光は左上上方から来ているように見えます。つまり矛盾します。つまりこれは山ではありません。崖です。下の方へ伸びた崖です。ここが重要ですからしっかりと確認してください。この崖の部分を見ますと、ここに影ができています。そしてここに影のラインができています。つまり光は右上上方から来ていることになります。これで光の方向が一致しました。つまり、ここに描かれているのは山ではなくて崖だということになります。ここが今日の第一のポイントです。そして、この崖と、それから火星表面で撮られました写真と比較してください。大変よく似ていることがわかります。火星にはこのような崖が至るところにあります。
イルワースの背景が火星ということになれば、モナリザの背景もこれまた別の惑星の背景ということになるのかもしれません。実際、モナリザの絵の背景はどこか地球離れしているのがわかります。が、ここは今日のポイントではありません。今日のポイントは、アイルワースのモナリザの背景には火星が描かれているという点です。これからそれをじっくりと説明しますので、皆さん自身で確認してください。この黄色い部分に注意してください。ここに何か岩のようなものが描かれているのがわかります。色を落としてみると、それがよくわかります。岩がいくつか重なっているのがわかります。そしてその周囲には小さな岩が転がっているのがわかります。これは絵なのでしょうか？それとも写真なのでしょうか？このあたりには谷のようなものも描かれています。そして中央には大きな影ができています。私はこれを岩と判断しました。注意深くご覧ください。これは絵なんでしょう？絵なのでしょうか？それとも写真なのでしょうか？一見すると絵のように見えますが、実際には写真のように精緻に描かれているのがわかります。黒い影ができています。光は先ほども言いましたように、右上上方から来ています。下が実際の火星の表面を撮った写真です。比べてみてください。岩がゴロゴロしています。そして大きな岩があります。少し目を細めていただきますと、写真であることがよくわかります。つまり、この絵を描いた人は、まあ一応レオナルド・ダ・ヴィンチということになっていますが、1500年後のイエスは、このようにしてアイルワースのモナリザの背景に火星の表面を描き込みました。中央にそれが見えます。中央にそれが見えます。下は実際の火星の写真です。比べてみてください。大変その様子がよく似ているのがわかります。白黒にしてみますと、その雰囲気がよくわかります。つまり、繰り返しになりますが、1500年後のイエスは、このような形で、アイルワースのモナリザの背景に火星を描き込みました。ここには、谷のようなものも描かれています。一見雑なようですけども、極めて精緻に描かれているのがわかります。絵の具のひび割れ部分を少し薄くしてみました。皆さん自身で確認してください。これは絵ではなく、写真であると私、林博士は判断しました。つまり、写真をそのままこういう形で絵の中に写し込んだということになります。なぜこんなことをしたか。いつか私のような人間がですね、この事実を発見して、そして、まあ、1500年後のイエスをですね、再確認するためではなかったかと、私、林博士は判断しています。つまり、1500年後のイエスの私たちに対するメッセージであるということになります。が、これだけではまだ皆さんは満足なさいませんね。で、私も同じようにその絵を描いてみました。キャンバスの上に実際の写真を置き、ややぼかしを入れて、そして薄くします。こうすれば同じような絵が描けるということになります。技術的には大変稚拙ですけども、手法は同じかと思います。上がアイルワースのモナリザの中に描かれた岩山です。下が実際の火星の表面の岩の様子です。注意深くご覧ください。そして色を落としてみますと、まあ同じようであるとしか言いようがありませんね。全く同じ場所を探すことは、これは不可能かと思われます。上が絵です。絵と言われています。下が写真です。アイルワースのモナリザの
背景に描かれている赤い大地は夕日を受けて赤くなっているのではないかとも考えられます。しかし夕日で赤くなるのは海とか湖とかその光を反射するところだけです。大地は黒くなります。自然観察をしてみるとそれがよくわかります。もちろんこの地球にも崖はいくらでもあります。1500年後のイエスはそうした崖の一つを描いたとも考えられます。そこでこの絵に描かれている崖とよく似た崖の写真を集めてみました。確かによく似ています。しかし似て非なるという感じですね。似ているけどもどこか様子が違います。例えばこの崖を見ていただくとわかりますように、アイルワースのモナリザの中に描かれている崖は内側に鋭角に曲がっています。私が探したところ、このような崖はこの地球には見当たりませんでした。で、本題です。もう一度アイルワースのモナリザの絵を見てください。そしてその背景に描かれている風景の影の方向に注意してください。光は右上上方から来ています。で、左のこの物体は何かということですけども、ここで私は前回、下半分は影だと言いましたけども、やはりこれは影ではありません。上下正確に、線対称になっています。この白い部分で上と下が線対称になっているということですね。光は右上上方から来ていますから、もしこれが影であるならば、影は左下へと伸びているはずです。そして色温度を上げてみますと、美しい緑が見えてきます。これは何なのでしょうか？実は最近次々と分かってきたことなのですけども、どうやら火星にも植物があるらしいということが分かってきました。一説によれば、サボテンに似た植物もあるらしいということが分かってきました。そしてこの写真に注意してください。これは NASA が公開した写真です。アリゾナ大学が保管しています。この写真に注意してください。まあ、一説によると、針葉樹のような木のようなものが生えているということになります。かなり背の高い木、まあ、木のようなものということになります。もちろんまだ確認されているわけではありませんけども、植物と考えられます。まあ、一風変わった植物ということになります。これが火星上で発見された植物らしい木ということになります。で、これと同じものがアイルワースの絵の中に描き込まれていました。注意深くご覧ください。この中央の部分です。この中央の部分を皆さん自身で比較してみてください。順に比較していきます。まあ、植物といってもですね、おそらくいろいろな種類の植物があるものと思われます。しかし、まあ、この部分だけを見てもよく似ているというレベルを超えて同じと私、林博士は判断しました。つまり、アイルワースのモナリザの中に描かれているこの奇妙な物体は火星に生える植物ということになります。つまり、針葉樹に似た木ということになります。この写真の出所は、ここに皆さんにお見せしておきます。現在は、アリゾナ大学のエデュケーション、教育学部に、所属しているそうです。NASA から出ています。間違いのない写真です。つまり、アイルワースのモナリザの中には、すでに500年前にそれが描かれていたということになります。で、結論ということになります。アイルワースのモナリザの中に描かれている奇妙な物体です。この物体は上下線対称になっています。そんなところから私はやはり、この下半分は上半分が水面に映った反射であると考えています。そうした絵や写真は公開されています。比較してみるとそれがよくわかります。ですから下半分がぼんやりとしています。火
性とはいえ、水もしくはそれに似た液体がこの辺りにはあると考えられます。その液体に上半分の植物が、火星の植物が反射していると私、林博士は判断しました。そして最近、つまり2017年になってからですけども、私、林博士はこんな興味深い写真を手に入れることができました。NASA のマーズエクスプロレーションローバー計画の中で撮られた写真です。その写真の一枚にこんな写真がありました。この下の部分に注意してください。これはどうやら水海のようです。つまり火星には水の溜まった湖があるというのです。これは池なのでしょうか、それとも何か別のものなのでしょうか。この池のような場所の周りに点々と樹木らしいものが生えている点に注意してください。この水色の着色は私の方でしたのではなくて別のサイトがしたものです。で、この辺りにどうやら水の反射像が映っているようにも見えます。確定はできません。確認はできません。そしてその周りにはこのような樹木らしい、まあ、まさに樹木といって良いような植物が生息しているのが分かりました。高さは相当高いものと言われています。一説によると200メートルから300メートルあるのではないかと言われています。こんな樹木が、まあ、生えているわけですね。それが先ほどお見せしました樹木ということになりますが、この樹木のそばに実は湖らしきものがあったということになります。その湖の周辺で、あるいは湖とも断言していいと思いますけども、その周辺でこのような樹木が見つかったということです。つまりこのような樹木がその水面といいますか、湖の水面に反射してちょうど、まあ、中央ラインでですね、線対称の図形を作っていると私、林博士は考えています。この、まあ、中央部ですね、これはあの反射像なのか、それとも土砂のようなものが流れ込んだのかはこれだけでは判別できません。まあ、ともかくも私はこのような湖がですね、火星にあるということを知りました。そして湖があるならば、右のようにですね、上半分の像が下半分にちょうど、まあ、反転した形で反射していても何らおかしくないということになります。そしてそれがアイルワースの、まあ、絵の中に描き込まれていたということになります。ですから上半分は輪郭がはっきりし、下半分はぼんやりとしています。そしてアイルワースのモナリザのこの奇妙な物体の下半分には大きく拡大してみると分かりますけども、細かいさざ波のようなものが描かれています。つまりアイルワースのモナリザの下半分の絵は、これは反射像ということになります。 by 林博士説です。この白い線が、まあ、この線対称のラインということになります。まあ、下半分がですね、輪郭がややぼやけている点に注意してください。つまりこのアイルワースのモナリザの背景に描かれているこの奇妙な物体は火星に生える植物であり、下半分はその反射像ということになりますというふうに私、林博士は判断しました。つまりこのような形で1500年後のイエスはルネサンスという時代に現れて、私たち後世の人間にこのような、まあ、メッセージを残したということになります。いつか君たち人間はこの事実を暴く時が来るだろう。その時君たち人間は私の正体を知るところとなるだろう。そして同時に君たち人間が何であるかを知るところになるだろうと。これが1500年後のイエスからのメッセージということになります。左がアイルワース、右が、火星の実際の風景写真です。つまりこのような絵をですね、写真の形で、描き込むことによって1500年後のイエスは私たちにメッセージを残したということになります。つまりいつか
君たち人間は、この絵の中に仕込まれた謎を解くことができるだろう。その時、君たち人間は、1500年後の私、つまり、この私が誰であるかを知ることになるだろう。その日のために、この絵の中に、私は、私のメッセージを残しておくことにする。Jesus Christ, after 1500 years.According to Wikipedia, it writes about Aylward's Mona Lisa as follows. Shortly before World War I, English art collector Hugh Blaker discovered the painting in the home of a Somerset nobleman in whose family it had been there for nearly 100 years.This discovery led to the conjecture that Leonardo painted two portraits of Lisa del Gioconde, the famous one in the Louvre, and the one discovered by Blaker, who bought the painting and took it to his studio in Aylward, London, from which it takes its name.第一次大戦の少し前、ヒュー・ブレイカーというアートコレクターが、サマーセットの貴族の家から、その家に伝わる一枚の絵画を見つけた。この発見により、レオナルドが二枚のモナリザを描いていたという推測へとつながった。つまり、ルーブル美術館にあるモナリザと、それにブレイカーが発見したモナリザである。ブレイカーはその絵を買い取り、ロンドンのアイルワースのスタジオにそれを持ち帰った。そのためその絵は、アイルワースのモナリザと呼ばれるようになった。広し林、浜松シティ、ジャパン。今皆さんにご覧いただいているのは、上がアイルワースのモナリザの背景に描かれている奇妙な風景です。下が NASA のマーズ・キュリオシティ・ローバーが実際に火星で撮って地球へ送ってきた写真です。比較してみてください。大変よく似ていることに皆さんもお気づきになると思います。つまり上の絵はですね、これは絵ではなくて写真を焼き込んだものであると私、林博士は判断しています。まあ、このあたりに谷もあり、山もあり、という風景が上に描かれています。そんな点に注意して検証してみてください。目をやや細めてみますとですね、これがただ単なる絵ではなくて、写真のように精緻に描かれていることに皆さんもお気づきになると思います。で、この絵は、どのようにして描かれたのか、それを私なりに簡単に実験してみます。これはアイルワースのモナリザの背景に描かれている風景ですね。その上の部分を取り出して、そして火星の実際の写真を下に貼り付けてみます。下の写半分下はですね、これは火星の実際の写真です。で、ややぼかしを入れます。こうしますと、アイルワースのモナリザの背景に描かれている奇妙な、と言いますか、風景に似てくると思います。もちろん、全く同じ場所を探し出すことは不可能と思われます。ともかくも下が今合成で作った写真です。上半分が
アイルワースのモナリザの風景から撮ってきた写真ということになります。で、上がですね、アイルワースのモナリザの、まあ、絵の中に描かれている風景です。色を落としてみるとですね、大変よく似ていることに皆さんもお気づきになると思います。つまり、このようにして、アイルワースのモナリザの背景は、まあ、作られたということになります。そして、その、アイルワースの、モナリザの背景にはですね、火星の木と思われるものが描き込まれていました。最近の、まあ、調査によればですね、どうやら火星にも地球上の木に似た植物が生息していることが分かってきました。これがその証拠写真ということになります。現在、アリゾナ大学がこの写真を保管しています。ここに描かれているものは何かということですけども、相当高い地球上の針葉樹に似た木と言われています。これが火星で発見された植物と思われる木です。それと同じものがですね、このアイルワースのモナリザの向かって左側に描き込まれていました。大体こんなところにこんなものがあること自体がおかしなことということになります。この奇妙な物体がですね、アイルワースのモナリザの絵を台無しにしているとも考えられます。この部分ですね。この部分に奇妙なものが描かれているということですね。左右を比較してみてください。左は私が消したものです。つまり、このようなものが描かれていること自体がおかしいイコール、それほどまでに重要なものであったからこそ、レオナルド・ダ・ヴィンチはこの物体をアイルワースのモナリザの背景に描いたということになります。明度を上げてみますと、ボコボコとした感じとともに美しい緑が現れてきます。そうです。これは樹木、木ということになります。で、この木はどこの木かということになります。それを皆さんにこれからご覧いただきます。注意深くご覧ください。アイルワースのモナリザに描かれていた木と思われる物体です。右は、ローバーですね。マーズ・キュリオシティ・ローバーです。それがこのような写真を届けてきました。まあ、これは上空を飛行中に撮られた写真ということになります。そしてその中にはこのようなものが映り込んでいました。先ほども言いましたように相当高い木のように思われます。右が実際に火星上空から撮られた火星表面上の樹木と思われる物体です。まあ木と断定してほぼ間違いないと思います。詳しくはこの続く動画の中で説明しますが、ともかくもこのような物体が映り込んでいたということですね。で、その中の一部とですね、左のまあ、アイルワースのモナリザの中に描かれている奇妙な物体と比較してみます。もちろん、まあ、植物ということになりますから、全く同じものを探すことはできないと思います。それに季節によって、まあ、葉っぱの部分がですね、生い茂り方が違うのは当然かと思われます。が、その部分を除いてと言いますか、勘案してもですね、この両者は、酷似しているというレベルを超えて同じです。言い換えますと、左のような植物、あるいは右のような植物は、少なくともこの地上にはないのではないでしょうか。つまり、1500年後のイエスの操り人形芸術家を通して、1500年後のイエスは、このような、まあ、写真ですよね。写真をアイルワースの絵の背景に焼き込んだということになります。ここが重要ですから、皆さん自身の目で左と右を比較してみてください。左は一応絵ということになっています。右は間違いもなく写真です。火星上に生えていると思われる樹木、つまり木です。
つまりこれら両者は、私、林浩司は同じと判断しました。ついでながら、こんな奇妙なものも発見しましたので、一応報告しておきます。このアイルバースの背景はですね、一般には山と考えられています。これは山ではありません。下へ掘り込んだ崖です。光の方向からそれがわかります。下半分が山に見えるから山という風に一般には理解されています。が、私、林浩司はこれは崖と判断しました。で、この部分に奇妙なものが、まあ、描かれているということですね。何やら崖の途中に、まあ、窓のようなものが描かれているということです。が、確認はできません。ともかくも、まあ、これはですね、私は絵というよりも、写真から起こした絵というふうに理解しています。部分的に絵のように、まあ、改変されているように思いますが、しかし、写真のように精緻な部分もあります。まあ、こうした物体が描かれているということですね。で、これは何かということですけども、この下半分は崖ということになるんですよ。山ではありません。先ほども言いましたように、光は右上の方から斜め左下の方に当たっています。ですから、これは崖と判断しました。で、この部分を明るくしてみますとですね、やはり奇妙な左の方ですけども、ものが描かれているように思います。さらに、この部分ですね、上半分はどうやら絵のようにも見えますが、下半分はですね、極めて精緻に描いてあるのがわかります。明度を上げてみるとそれがよくわかります。赤い大地がここに、まあ、描かれているということですね。で、これは私は絵ではなくて、一部写真であると判断しました。そして、色も火星の色と一致します。これは、マーズ・スピリチュアル・キュリオシティ・ローバーがですね、火星から送ってきたオリジナルの写真です。右はアイルバースのモナリザに描かれているオリジナルの色です。比較してみてください。色には手を加えていません。よく似ているというより、私、林浩司は同じと判断しました。いかがでしょうか？続く動画をどうかご覧になってください。いつか君たち人間はこの事実に気がつくだろう。その時君たち人間は私の正体を知るだろう。と同時に君たち人間は君たちがどこから来たかを知るだろう。Bye for now.